まずは、遠赤外線ヒーターの前集合です。窓の前からこっちに移動しました。その間ジャン君は布団に来て甘えました。また今日も始まり。ふみふみ終了か。早いね。まあでもさっきからやってたんだもんね。あったかくて気持ちよさそうだね。はい、じゃんくん。さて夜です。もうすぐ寝る時間です。そういう時間になるとここへ戻ってくるね。ここで朝を迎えるんでしょ。あ、ポンちゃんは途中からまおいママさんのベッドの布団の上に乗っかるんだよね。そうでした。ちゃんくんはここで朝を迎えるんですね。おやすみ。